ールされました。今リリーフカーに乗って姿を現します。去年までバファローズで投げていた澤田、バファローズ戦で今シーズンの初登板ということになります。ようやく今シーズン初登板の場面がやってきました。澤田バファローズ時代は何度となく勝ちパターンのピッチャーとして活躍してきました。どうぞマリンスタジアムのマウンドでこれから投げます。7年目、29歳、2019年にはバファローズで17ホールドもマークしています。まあ、活躍、ね、した時もあればね、こう怪我も、ね、して苦しい時期もあったと思うんでね、はい、まあ、いろんな思いがあってね、このマウンド上がってくれたと思うんでね、いろんな気持ちをぶつけてほしいですよ ね、 ここでね、相手がバファローズと、うん、今ちょっと頓宮が挨拶をしたように見えました。一緒にやってる選手もね、ほとんどですからね、投げ方は昔のままですね。頓宮もフルスイング、152キロ、まっすぐでいった、150キロ、頓宮を空振りの三振に仕留めました。一軍のマウンドに戻ってきた澤田、ジジイさんどうですか、だいぶスピードも出てますね。スピードも出てますしね、また気持ちがやっぱ乗っかってるストレートですよね。ここからの活躍に、ね、期待はしたいですけどね、はい、ここまでたどり着いたことがすごいですよね、まずはね。そうですね、うん、サードブロッソー、スリーアウト。手術を乗り越えて一軍のマウンドに戻ってきた澤田、見事なリリーフです。しっかりと抑えています。